回ですね、現在の営業の最高運転速度と同じ320キロでの走行試験をしております。ここまで順調に進んできておりますので、この先ですね、次世代の新幹線としてのふさわしい性能をしっかりとした確認を行っていくということに対してですね、しっかり緊張感を持って取り組んでいきたいなというふうに思っております。